皆さん早速ですが、アラスカって行ったことありますか？アラスカといえばもうアラスカクルーズっていうもうセットで言うぐらいなんですけれども、アラスカクルーズ結局何から探せばいいのか、アラスカクルーズしたいけどどんな情報が必要なのかってもうそこからちょっとわからないかもしれないので、もう今回はガイドということでまるっとアラスカクルーズについて必要なことをご紹介していきますね。こんにちは、クルーズ客船で働くエリです。このチャンネルではクルーズ客船に関するお役立ち情報などをご紹介しています。クルーズ客船が大好きな方、またクルーとして働きたい方はもちろんのこと、あとは旅行関係もですねちょこちょこ上げていきたいと思いますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まずはアラスカの天候ですね。まあアラスカのまずシーズンからいこうかな。まずアラスカのシーズンなんですけれども、基本的には4月の後半から9月までとなっています。まあ、基本的に夏の期間ですね。で、夏に近づくほど野生生物が見れる可能性が高いです。で、クルーズのピークシーズンっていうのが7、8ぐらいなんですけれども、ちょうどその期間はですね、雨がちょっと残念ながら多いんですね。アラスカの天候は変わりやすいと思ってください。で、雨に一回も降られなければかなりラッキーの方ですね。で、5月、9月はピークシーズンよりもクルーズ客船の金額自体が安くなります。ただですね、天候が安定しないので、例えばボートツアーとか、あとヘリコプターに乗るようなツアーですね、こちらはキャンセルが出る可能性がピークシーズンよりも多いので、そちらは気をつけた方がいいかなと思います。まあ安いのにはもちろん理由がありますよねっていうことでね。アラスカクルーズの航路なんですけれども、アラスカクルーズですね、実は2つ航路が基本的にはあります。インサイドパッセージとグーフオブアラスカって言って、まあアラスカ湾ですね、を行くクルーズ。で、2つあります。で、基本的にアラスカクルーズっていうのは、まあ、7日間のクルーズが多いですね。で、まず、インサイドパッセージから簡単にご紹介していきます。インサイドパッセージは、基本的に往復のクルーズなので、航空券の手配がしやすいです。で、基本的にバンクーバー出港か、まあ、シアトル出港、この2つが多いですね。で、日本からも直行便が出てるので、かなり行きやすいかと思います。インサイドパッセージは、ちょっと地図ここに載せようと思うんですけど、まあ、こういう感じで、内側、インサイドなんで、まあ、内側のパッセージ、まあ、道っていうことなんですね。なので、波が荒れません。もう非常に穏やかなので、もうクルーズ客船って私酔いやすいからそれがちょっと苦手でっていう人はぜひインサイドパッセージ試してみてください。もうほとんど揺れないですね。インサイドパッセージは太平洋の島々の間の保護された水路で、フィヨルド、森に覆われた山々、そしてハゲワシやアシカ、イルカ、クジラなどが生息する緑豊かな島の風景、壮大な氷河湾または別の氷河地域が多くの場合旅程に含まれた穏やかで景色の良いクルージングになっています。主な寄港地はジュノー、スキャグウェイ、シトカ、ケチカンになっています。このグルフオブアラスカっていうアラスカ湾のクルーズなんですけれども、基本的に片道ですね。もう一つの方は往復だったんですけれども、こちらは片道になっています。で、アンカレッジから、南に、シアトル、バンクーバーに到着するものか、シアトル、バンクーバーからアンカレッジの方に、向かう、北に向かう航路ですね。この2つがあります。で、基本的にアンカレッジってところは大きい、町なんですけれども、そこには港がないので、ウィトラーかスワード港っていうところに行かないといけないです。この航路のデメリットとしては、発着地が違うので飛行空券が少し高くなってしまう可能性があるということです。このクルーズではインサイドパッセージのクルーズで寄港する港も多く含まれています。で、それプラス、まあ、ハワードとかバルデス、カレッジフィヨルド、ハバート氷河とか、もっと他にもいろんな寄港地があるんですね。なのでよりアラスカを堪能したい、もうアラスカをとにかく全部知りたいぐらいの人は、こっちのクルーズでもねいいと思います。アラスカクルーズにおすすめのクルーズ客船なんですけれども、まあ、基本的におすすめのクルーズ客船っていうのは、まあ、自分で入れた項目なんですけれども特にはないです。というのもほとんどの主要クルーズ会社がほとんどアラスカクルーズ行ってるんですね。もちろん、カーニバルですね、ロイヤルカリビアン、ノルウェージャン、セレブリティ、キュナード、あとディズニーとかもやってますね。あとは、ちょっと、高級ラインで行くと、クリスタルクルーズ、シーボーン、バイキング、レジェンドセブンシーズとかもアラスカクルーズを行っています。ただ、アラスカクルーズに歴史の深いというか、もうずっと昔からやってたクルーズ会社があって、それがホーランドアメリカですね。あとプリンセスクルーズも、かなりアラスカクルーズを長い間やってるので、この2つはそういう意味では、
いいかもしれません。さらにこの2つのクルーズはプレミアムラインって言ってですね、まあカジュアル、プレミアム、ラグジュアリーっていうこの3つのカテゴリーがあるんですけど、ちょうど真ん中なので、もう本当にちょっとこのバケーションはもうクルーズを楽しん でさらに港も楽しんで、ちょっとまあ、優雅に行きたいわっていう人にはぴったりですね。で、このカテゴリーについてはですね、私クルーズ客船のグループ分けっていうかクラス別っていうビデオを撮ってますので、よろしければ概要欄に貼っておくので、見てみてください。で、あとは本当にもうね、アクティブにもう楽しみたいっていう人は、クルーズ客船の種類にはエクスペディションクルーズラインっていうのがあるんですね。まあラインはつけなくてもいいけど、まあ基本的にアドベンチャークルーズとも呼ばれます。もっとアクティブなんですね。船が小さいので大きい船が行けないような港にももう行きますし、より近くでもアラスカを感じられる。なので船を楽しむというよりはアラスカの自然や自然動物、もうアラスカだけに特化したっていう形なので、別にクルーズ客船じゃなくてアラスカを楽しみたいっていうんでしたら、こちらもおすすめです。この中にはアンクルーズアドベンチャー、アラスカドリームクルーズと、ランドグラッドエクスペディションっていう、まあ、ここら辺がありますね。で、お部屋の選び方ですね。アラスカクルーズっていうと皆さんバルコニー選ぼうと思わないですか？間違ってはいないですよ。もちろんお金に余裕があってね、いやいやバルコニーで優雅に氷河が見たいわって言うんでしたら別に止めないですし、おすすめですのでいいですけれども、ただ、このアラスカクルーズ本当に景色が素晴らしいんですよ。で、あなたがね、右側の部屋だったらさ、左側気になりませんか？で、左側だったら右側気になるし、そのバルコニーからのビューっていうのは限られてるんですよ。もうアラスカの大自然はもうそこで収まらないので、もうね、結局自分のお部屋から外に出て、オープンデッキに行って、右行って、左見て、後ろ見て、前見て、で、写真撮って、ビデオ撮ってっていうことになるんですね。なのでお部屋でね、本当にちょっとまあ足腰が悪くて歩くのが苦手ですっていう方はバルコニーキャビンおすすめですけれども、そうじゃなくてもうアクティブに行きたいわっていう方でしたらバルコニーキャビンはもったいないです。で、じゃあ外に何かあって見逃しちゃったらどうするのっていうと、まあ、基本的に船にはねテレビついてて、そこにブリッジカメラっていうのがあって、そのブリッジカメラっていうのは操縦室についてるカメラだから、船の外を撮ってるカメラで、基本的にまあ左右と正面、後ろはあったかな、まあ左右と正面は必ず見れるようになってるんですね、お部屋のテレビから。なので、そういうのをちゃんとつけておくと見逃しがないので、お部屋にバルコニーがなくてもテレビでちゃんとつけておいて、でちょっとなんか氷河が近づいてきたらすぐにお外に出れるようにしておくのもいいと思います。アラスカクルーズの主な港についてご紹介するんですが、これは今度、またね、このクルーズの港に特化したビデオを今後出していきたいと思いますので、ここはさらっとだけ流していきますね。アラスカといえばもちろんグレイシアベイ、氷河なんですけれども、1日に2隻しか入れないんですね、グレイシアベイに。クルーズに予約される際に自分のクルーズがグレイシアベイに行くのかどうかを確認してください。行かなくてもいいですよ。ただせっかくアラスカ行くのにグレイシアベイに行かないクルーズ乗るのは私はもったいないと思いますね。本当に素敵ですから。アラスカクルーズの服装なんですけれども、夏は意外と特にピークシーズンですね、晴れた日とか本当に T シャツ1枚でいいんですよ。T シャツに短パンでもいいぐらい。ただ、冒頭にも話した通り、アラスカの気温とか気候がすごく変わりやすいんですね。もう5度とか10度とか結構平気で変わっちゃう世界なんですね。で、天気予報は信用しない方がいいと思いますね。天気予報は本当にね、当てにならない感じなので、もうとにかく、重ね着できる服装。もう、まあちょっと大変なんですけど、夏から冬まで全ての服装を持っていった方がいいと思います。それはどんなツアーに行くかにもよって、服装って何を持っていくかとか変わっていくんですけれども、基本的には T シャツとか、まあ、短パンはなくてもいいですけど、まあ、暑がりな人はねあった方がいいかなと思います。あとは雨が多いので、靴はキャンバス地とかね、そういう水を吸い込んじゃうようなやつではなくて、まあ、ハイキングブーツとか履き慣れた靴で雨を染み込まないものがおすすめですね。あとは帽子、あとはマフラーとかダウンジャケットとか、もう基本的に皆さんが思い浮かぶようなそのキャンプとか冬のハイキングで使いそうなやつ全部あった方がいいですね。アラスカのツアーですね。アラスカのツアーは基本的に高額です。
で、どういうものが有名かっていうと、まあ、有名というか、まあ、人気があるのかっていうと、アラスカのその氷河のところにヘリコプターで行くツアーで、ヘリコプターで見て帰ってくるだけのツアーもあるし、降り立って30分とか1時間とか、例えばそこで過ごす時間によっても金額が変わってきますし、犬ぞりをそこでできたりもするんですね。あとは水上飛行機、水上飛行機は、まあ、もちろん水上からブーって飛び立つやつなんですけれども、それでアラスカの綺麗なところを見て回って帰ってくるのもあれば、どっかで泊まってそこでサーモンとか焼いてバーベキューをするものとかもやってます。あとはもちろんクジラを見るツアーですね。で、こういったツアーは基本的に高額なので、先ほども言ったようにベランダのお部屋にするんだったら、その分をね、室内窓付きとか窓なしのお部屋にして、その分をツアーに使った方が私はいいと思います。船のツアーじゃなくても外部のツアーで行くっていう手もあります。これだとね、結構まあ船のツアーに比べては安く済みます。で、外のそのこうそういう外部のツアーによっては、だいたいギャランティーツアーっていうのがあって、必ず船が出航する前までに戻りますよとか、そういう風にやってくれてるツアーがあるので、まあ、そういうツアーを選んでおくと、万が一なんかがあってくれた場合も次の港まで無料でね、連れてって行ってくれたりするので、まあ、そういうツアーをもしも心配だったら選ばれてもいいかと思います。アラスカにあと持って行った方がいいものですね。望遠鏡をぜひ持って行ってください。で、望遠鏡は、まあすごく高級なクルーズとか、そのクルーズの中でもスイーツとかだと望遠鏡がついてたりします。ただ、まあ普通の部屋についてることは少ないので、もう必ず持って行ってる人いますから、そういう人がこうやってアシカとかね、遠くにいるなんかイーグルとか、まあ鳥とか見てる時に、あーいいなーって思いますから、望遠鏡は持ってた方がいいかなと思います。あとはアイマスクですね。これはまあベランダ付きのお部屋を選んだ場合なんですけれども、結構ね、日が暮れるのがすごく遅くて、朝日がもう結構早いんですよ。なので、窓付きのお部屋とか、まあ、ベランダ付きのお部屋ついてる人は、もしかしたら明かりでちょっと目が覚めちゃうかもしれないので、アイマスクを持っておくといいと思います。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。今回はアラスカクルーズの、まあ、選び方というか、まあ、アラスカクルーズの全容について簡単にお話をしました。で、今後アラスカの港についての動画も撮っていきたいと思いますので、アラスカにご興味のある方ももちろんのこと、クルーズ客船に興味のある方、あとは、今年中にクルーズも予定しているので、コロナ後というか、まあ、コロナ中のクルーズはどうなっているのかなとね、知りたい方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、チャンネル登録といいなと思ったらいいねもよろしくお願いします。ではまた、チャオ。